さあてバイト始めたいと思います。伝説のアルバイト120っていう感じで、武器がね、ノバブラスター、スプラスピナー、ワイドローラー、あとトライストリンガーだったかな。で、場所がスケナダムだよね。で、メンバーはこんな感じで、みんなひらがなです。さあ、スプラトゥーンもね、アップデートがまたね、あって、新しいシーズンが開幕したんだけど、新しい武器もね、どんどん増えてね、昔だったら考えられないな、アップデートっていう発想がなかったもんさ。昔はディスクっていうね、カセットじゃない方はね、ディスクを書き換えるとね、違うゲームができるっていうね、すごいシステムがあったんだけど、今はね、そうじゃなくてね、アップデートですね、アップデです。アップデートつらい、まあ、アップデだもんね。アップデ。さあ、さあ、次のボールしましょう。どっちでもいいんだけどね。まあ、登って、こうやってやる方がいい。柱が、タワーが結構出てきてるな。タワーなんですね。よいしょ。よいしょ。登ったな。届いてない。さあ、どこでやられた？ローラーがやられてますね。よいしょ。大丈夫。見たい。こんな感じですか。カタパッとはね、あんな感じでね、味方と一緒にね、倒してます。さあ、スプラスピーダーで倒すのはしんどいんだけど、ここら辺を塗って逃げる気を確保して、後に行きますか。あー、ギリギリ死んだ。やっぱりちょっときつかったね。タワー2体。ナイス、バグだ。ナイスだね。さあ、あと5個なんだけど、ちょっときついね。塗りながらいけないのはしんどいよね。さあ、ギリったね。ギリです。なんとかいきましたね。さあ、今ね、カスうどんっていうのを作ってます。油カスっていうね、食材があるんだけど、それをこう出汁とね、醤油で味付けしたうどん汁に、ちょっとね、細長い静岡のうどんをね、使ってやってるんだけど、10分ぐらい茹でないといけないんで、その時間にね、スプラがやってます。すごいよね。よいしょ。で、結局弾を運んだのはあいつに持ってかれましたけど、さあ、来るかな。よいしょ、よいしょ。さあ、ヘビも来てるので注意してください。こんな感じだよね。すごい、鮭にやられたな。満潮結構むずいんでね、気をつけてください。このね、蛇が意外とうざいんだよ。うぅ、弾は入れやすいんだけど、事故でね、みんなやられちゃうんですよ。指をね、しっかり塗っておいてください。指を塗っとかないと、ほんと大変なことになるんだよね。さあ、枚数はいけてるんだけど、さあ、こういうね、実験なんだよ、カタパッとね。近くに寄ってるからね、みんなね、一斉に狙われるんだよね。落ち着いて行った音は、はい、入ってない。落ち着いて行った音は一個も入ってないっていうね。おい、ふざけてんの。さあ、ワイドローラーです。ウェブ3、ウェポン、スペシャルウェポンはジェットパックなんで、ちょっとね、肩パックとか打てるやつができたらそこを使おうと思います。ここはまだ大丈夫だけど、一発目出てくれる分には仲間と一緒にやればいいだけなんで、いいね。テレコでね、遠い方遠い方ね、狙ってやるっていうね、テレコ戦法ですね。
体倒されたいいよね。おい、照準が定まんないな。4つしか入ってないね。かなりね散らばってるんで仕方ないんだけど、このままじゃ勝てないね。さあ爆弾をね、今クラスピアと一緒に倒しまくりました。さあここに来たよ。これを利用しながら倒すってどこに行くの？こっちじゃないの？さあやばいね、もう入んないと勝てないね。まあ、と言いながらどこにも敵がいないんだよな。敵がいないんだよね。ダメだ、負けた。